須オ国分寺は山口県防府市国分寺町にある寺院。高野山真言宗の別格本山。三号は浄瑠璃山。本尊は薬師如来。奈良時代に聖武天皇の御琴のりにより日本各地に建立された国分寺の内相国国部総寺であり、旧境内は国の史跡に指定されている。本校では須オ国部天寺跡の推定地についても解説する。 山口県南部、豊富平野東部の、多々ら山南六に位置する。聖武天皇の御琴のりで創建された国分寺で、現在の寺域は、古代の旧寺域をほぼ残す。西大寺との本寺、松寺関係や大内氏、毛利氏からの手厚い保護を受けて法灯が維持されており、古代の創建期から現在まで寺域が、同じ規模で残る点、また創建期の近道を踏襲して、 大規模な混同が残る点で全国の国分寺の中でも珍しい例として注目される。また門前を東西に近世山陽道が通るほか、付近では南西に巣王国が跡が立地し、古くから政治的、文化的中心地であったことが知られる。旧境内については、1953から1955年に発掘調査が実施された後、 1957年に国の史跡に指定された。これまでの発掘調査では、地域に関しては、大枠が明らかとなっているが、主要仮覧に関しては、多くが未解明の状態である。また、阿弥陀如来坐像、日光月光菩薩立像、四天王立像、薬師如来坐像、金肢金礼般若診療をはじめとして、多くの文化財を伝承することでも知られる。 聖武天皇肖像創建は不詳。天平十三年の国分寺建立の御事のりの後の創建とされる。傍州国分寺記録成立では、天平十九年にガラン奏房等が完成したとするが、その根拠は確かではない。天平商法八年には、数王国など二十六カ国の国分寺に、勘定、旗などが可視されており、 この頃までには完成していたと見られる。延長5年成立の演技式取税上では国分寺料として稲に2万束が規定されている。その後、平安時代中期以降は朝廷の水備に伴って須を国分寺も衰退したと推測される。鎌倉時代初頭には須王国は増東大寺領国となり、長元が 巣王国に下校して、阿弥陀寺の所領確保とともに、松崎天満宮、玉の親神社の増体を行っていることから、巣王国分寺にも庇護が加えられたとみられる。昭和4年には、幕府は、巣王長戸国の守護の法上さねまさに、一宮、国分寺に、異国降伏の祈祷をさせるよう命じている。鎌倉時代後期には、長渡国分寺と同様に西大寺に、 奇進されて、末寺となった。そして鎌倉時代末期の小中2年には、須王国木代の格へにより、須王国部二次が復興されている。南北朝時代、後代醐天皇の権務の申請では、諸国一宮、二宮、国分寺の工業が企てられ、須王国分寺は、後代醐天皇、第二王子の常吉新郎の立体史式の費用の一部を、 献上したことから諸国国分寺の主座に置かれたという。室町時代には、東大寺支配下の国が及び、本寺の最大寺、また主護大内氏からの庇護を受けた。永二24年には伽藍が全焼したが、4年後の永二28年にはすでに、大内森美により再建されている。またこの頃に、現在の本尊の薬師如来座像も制作されたと推測される。 応仁の乱後に、東大寺、西大寺の影響力が低下した後は、大内氏に庇護を求めるとともに、軍人安泰の祈祷を行い、大内義高の時には、国分寺領として、諏王国、長戸国の756国余りが与えられている。そして、諏王国の領主が、大内氏から、毛利氏に変わると、毛利氏の庇護を受けた。江戸時代後期、明和4年には、 長州藩第七代藩主の毛利主成によって、二王門が改修された。また、安永八年、または安永九年には、毛利主成によって、現在の近同が再建されている。近世期には、達中として安楽寺、善光院、地蔵院、報道院、善越院、倉の坊などがあったが、現在はすべて廃寺となっている。近代以降については次の通り。 二王門現在の主要仮覧としては、近藤、自物堂、聖天堂、二王門などがある。そのうち近藤は、創建当初の近藤跡に再建されたもので、寺地のほぼ中央において南面する。長州藩第七大藩主の毛利氏シゲナリによって、安永4年に着工され、安永8年、または安永9年に、上等、天明8年頃に完成した。 桁行き七間、チマ、島、二重、入りもや作りで、屋根は本川原吹きであり、四方には、義母シコーランを持つ、切り目ーをを巡らし、正面、背面に、東波符作りの後輩一軒を付す。中央の桁行き五軒、張リ二軒を、内陣、正面一軒通りを外陣として、脇陣、後陣を設けて、背面両隅の一軒は、小部屋とする。内陣の中央三軒には、 雷号壁を設けて、その前面に和洋の趣味団を置いて、本尊の薬師如来座像、日光月光菩薩像、四天王立像などを安置する。天井は、角天井とする。上層は主に禅宗様で、桁行き五軒、張間三軒である。文政13年に、屋根、趣味団の修理。明治年間に、屋根の吹き替え。1926年に、仮想軒の修理。 1991年に屋根の修理、1997から2004年に大規模な保存修理が施されている。平成の修理の際には、近藤家の発掘調査が実施されており、創建機の基壇上に当時の礎石を再利用して再建されたことが確認されている。創建機の近藤を踏襲して、大規模な近藤が残る点で全国の国分寺の 中でも貴重な例であるとともに、外観、規模、平面形式、内部空間、趣味団等に、古式の様式を残しており、国の重要文化財に指定されている。二王門は、寺地の南正面において南面する。近道とともに、河岸南北中軸線上に位置する。欧二24年の消失後、文禄5年に、毛利輝元が再建し、明和4年に、 毛利重成が大改修したと伝える。未満一個、重装入りも屋作りで、屋根は本瓦吹きである。下層は桁雪三軒、張間二軒、上層は桁雪三軒、張間二軒。中央間は三カラトで、脇間の奥に二王像を安置する。1911年に修理、1956年に解体修理が施されている。 大ガランの異様を誇る老門であり、山口県指定有形文化財に指定されている。東亜と古代の旧境内の地域は、南北約2町東西約1町10県。古代の創建期から現在まで同じ規模で残るとして著名で、現在までの発掘調査でもほぼ確実視されている。また佳蘭については、1953から1955年の発掘調査で、 近藤、等、回廊、注文、難問、裏門の移行が検出、推定されたが、その後の調査で、注文、回廊の検出は疑問視されているなど、ガラン中数の様相は、依然明らかではない。主な移行は次の通り。その他、近藤の西側の西原溝内側において、南北等の掘ったて柱建物が認められており、食堂、僧帽、 工房の可能性が指摘される。また近世紀には、地域北側に、下月楼があったが、明治期に三田尻お茶屋に移築されている。地域については、1966年に、石田茂作によって、元々の地域は二丁四方の正方形で、主要ガランも、その中軸線上にあり、その後に地域を長方形に狭めるとともに、仮覧も東に移して建て直したとする案が、 発表されたが、その後の発掘調査で否定されている。地域からは多量の瓦が出土しており、創建機のセットも抽出されているが、未だ平安、中世、近世を通した、様相解明には至っていない。アマデラの所在地はつまびらかでない。アマデラは、掃除と同様に、生中2年に再興されたが、元六年間以降間もなく廃絶しており、 その間の場所もつまびらかでない。これらについては、国分寺の西側の隣接地とする説が有力視される。その後、1883年に、国分寺の北の達中の地蔵院の地に再興されている。県本着色ふつハンズを山口県指定有形文化財として近藤が1977年11月11日に指定されていたが、 国の重要文化財指定に伴い県指定は解除されている。所在地交通アクセス周辺数を国部アマデラートに関するカテゴリー。ありがとうございます。